ただいまより権現御観念門について浅井先生より講義をいただいてまいります。先生お願いいたします。こんばんは。検証会の大聖人に対して奉る御奉公も新しい段階を迎えるに至りました。すでにご承知のごとくに、4月5日の不思議なる会談の大御本尊様のご勧業、このことによって今まで検証会員がですね、全検証会員が権現の折に祈りを込めておりました不敬解消、このことが一気に解消されたと。そしていかなる大地震が起きようと、もう大御本尊様はご安泰と、まことにありがたい時を迎えました。ここにいよいよ残るはあと高専ルフの一位と、こういう時代を迎えたんですね。でこの新しい時代を迎えてですね、権現における御観念門もここに改めていきたいと思って、本日この集会を開いたわけであります。実はこの観念門のことにつきましては、私はずっと前から考えておったんです。今までの従来の宗門の御観念門において、ここは表現が不適切だと、要するに間違ってるというのではないけれども、やや省略であると、意を尽くしていない、あるいは紛らわしいと、ご訪問上にですね、そういうようなことがずっと心の中に引っかかってですね、自分自身は日刊上人のご指南に基づいて、これはこういうふうにご観念しなければいけないということを思いながら、いつか時が来たら全検証会議にもそのことをと思ってですね、ずっと何年も何年も前から私一人でもって御観念門の時にですね、そのことでもって観念をさせていただいてきたわけであります。そして御観念門の中におきましても、ことに一番大事なのはですね、下州三宝様のご法恩でしょ。要するに会談の大御本尊様と、そして日蓮大聖人様と、日光聖人、日目聖人で、この三宝尊に対して奉るですね、この御法恩のところが一番大である。でこの御法恩の門については、観念門についてはですね、日刊聖人の当家三年生という中の一番最後にですね、このことに関する日刊聖人のご指南が乗っかってるんですね。これをもととして、私は今回ですね、このように改訂をさせていただこうということを決意したわけであります。この一番大事なところ、会談の大御本尊様を三端仕立てます、大聖人の御徳を三端仕立てます、日光聖人、日目聖人の御徳を三端仕立てます。でこの三端によってまた功徳が増すんですね。ですから御所にですね、法華経の功徳を褒めればいよいよ功徳勝るというお言葉があるでしょう。法華経の功徳を褒めればいよいよ功徳勝ると、下州三宝尊の功徳は褒めればいよいよ功徳勝るということであります。でここにですね、前々から考えていたこと、いよいよご有名死後のご奉公も完結し、残るは高専ルフの一位という時を迎えて、新しいお観念門を全検証会員でということをここに決断したわけであります。これからいよいよ56万検証会員がですね、この高専ルフの一位に向かって爆心する。もう高専ルフの時は来ておりますよ。高専ルフしなければどうにもならん、そういう時が来たんですね。ここに広く広く大衆にこれから入信してくる大勢の
日本国の人々にですね、この新しい観念門でもって大聖人の御徳、階段の醍醐本尊様の御徳、日光聖人の御徳、仏法僧の三宝の御徳をですね、より丁寧に、より正確にご法申し上げていく、これを新しく入ってくる人たちに大勢にみんな教えていきたい、そういう時が来たんだと私は思っております。もう本当に高専留しなきゃならん時が来た。見てごらんなさい、昨年の一国勧業から今10ヶ月でしょ。私は亡国の前兆として経済崩壊は必ずある。ところが経済崩壊というのはどういうものか実感がわからなかったでしょうが、今日本国中の人の目の前にですね、もう誰の目にも明らかに経済崩壊というのはこういうものかということは分かってきたじゃないですか。そしてこのところ日本列島の地震もまたまた盛んになってきましたね。いつどこで大きなところのものが起こるか、これが分からない。もう一つ国際情勢見てごらんなさい。インドネシアがあっという間にこうなっちゃった。ついこの間まで、つい去年まで年率 7% の経済成長率だったんですね。その東南アジア全体がですね、誠に世界の奇跡と言われるような経済成長を遂げて、あっという間にあれが強行っていうんですね。やがて政治不安から、どうでしょうか、インドネシアの崩壊というのは全世界の経済の混乱をですね、その引き金になるんではないか。東南アジアのインドネシアだけではない、南アジア、南西アジアっていうんですか、インドがついに核の実験やった、もう核兵器をですね、ミサイルも持ってるし、本格的になるんでしょう。やがて間もなくパキスタンもやるでしょうし、そうすれば中東の各国もイランもイラクもですね、核を平然として持ち出すであろうし、さらに日本の隣の北朝鮮もですね、核の開発をいよいよ進めるであろうし、もうこの第三世界に核が拡散していくということを誰にも止めることのできない世の中になった。これがいよいよ登場堅固だと。今まで世界の親分衆のですね、米英仏の中というこの五大国だけが核を持っておって、どうやらそこで均衡が取れておってコントロールを切り取った。それがコントロールの効かない時代に入ってきた。ここのところへ来て、昨年の一国勧業よりですね、わずか10ヶ月で日本の経済崩壊、そして東南アジアの、インドネシア、そして南西アジアのインド、そしてこの両国が両方ともに日本に重大な影響を持っているというのは CLA に関わってんですよ。日本に入ってくる石油の輸送の船をですね、全部あそこ通るんですね。そこが不穏になってくれば日本はどういうことになるのか、今まで恐れておったことがここにおいて一気に吹き出してきたというような感じ、もう何としても交戦ルグせなければな、そういう客観情勢が迫ってまいりました。登場堅固の仏御地に落ちず、あたかもこれ大会の使用の時を互いざるがごとしということの仰せがですね、今御在世に一回、そしていよいよ地の交戦路の時を迎えてですね、今これから現れつつあるということであります。もうですからつい1年前2年前と日本人の意識は全く変わったですね。安逸の夢は破れた。消費が伸びないというのはそうでしょう。いくらボーナスもらおうと何をもらおうとみんな貯金つぎ込んじゃう。銀行も当てにならないからみんなタンス預金だって言うんでしょう。今金庫が売れてしょうがないってのはそういうことなんですね。これは安逸の夢破れて、もう頼るべきものはない、任せておくものことができない。そこで今みんな胸の奥で杖柱と頼むべきものは何かということの模索がこれから始まってくるわけであります。でこの大衆はご本尊様を待っている。これから進む高専ルグにあたってですね、入信してくる一人一人にしっかりと言行を教えていただきたい。より丁寧な、より正確な観念網をですね、しっかりこの高専ルグの戦いを始めるにあたって整えておきたいということなのであります。どうぞ膝を崩してください。痛くなるでしょう。そして思うのですが、今検証会のですね、高専にあたってのその権行の姿というのは不思議にもですね、御在世に戻っているんですね。厚原の法華講習の方々のあの権行の姿、それが今検証会の中によみがえっているではないか。厚原の方々は御在世に生まれ合わせておっても大聖人様にお目にかかることもできなかった。今検証会はこの政経門家の中でもってご有名を守り立てますとはいえ不当の処分を受けてですね、
時来たるまでご登山のかなわぬそういう立場である。そしてまた厚原の方々は未だご本尊様を一人もいただいてなかったんですね。そしていただいたのはなんと甚四郎弥五郎弥六郎三人の方、首をはねられた後において大聖人様がご本尊を授与されてるんです。これは日光聖林のこの富士一石門と存じのごとにこういう仰せがあるんですね。ご老僧の者たちはやたらと本尊をですね肩着で印刷、肩着に印刷して、そして不信の者に、信心もない者にですねやたらに軽々しく配っていると、これはいけないと。そこで日光の弟子分においては在家出家の中に、あるいは身命を捨て、あるいは傷を被り、あるいは在所を追い放たれ、一文の信心のある輩にかたじけなくも所写した手祭り、これを授与するものなりと、こういうようなですね命かけての信心決意をした時に初めて日光聖人が授与してくださったと。ご在世はそれぐらいご本尊様をいただくことが難しかった。ですからあるいは神明を捨てというのはこれは厚原の方々ですよ。神明を捨てた後においてご本尊様を頂戴してると、でこういう一つの姿を見るとですね、まさに厚原の方々は要配厳行のままにこの実践を、仏道修行を実践しておられたということなのであります。そこに要配厳行の精神、私いつも申しておりますが、あの、大聖人様が佐渡の千日山にですね、に下された御所の中にですね、例えば天月は千四万湯順なれども大地の池には周に影浮かび、雷門の鼓は千万里遠けれども打ち手は周に聞こえよと。これは身延から千里離れた佐渡の日明、この千日山に対してですね、空の月は四万湯順を離れておってもですね、その影というものは瞬間にして大地の池に映るではないか、これは遠く離れた千日山の信心がですね瞬時にして大聖人様の心に通じるということをお世になったんでしょう。また雷門の鼓というのはですね有名な故事でありますが、千万里離れておってもですねそれを打つ時には直ちに聞こえるんだと。これも同じ例えですね。御身は佐渡の国に追わせても心はこの国に来たれりと、千里離れた佐渡にいる千日山であろうともですね、心はすなわち大聖人のもとに来てるんだと、御顔を見ては何かせん心こそ大切にそうらえと、これがすなわち要配厳行の精神であります。どれほど離れていようとも信心だに純粋ならば、蓮舫活号の信心があるならば、階段の大御本尊様に大聖人様にそのまま通るんです。信心がなければ大石寺にいる坊さんたちもですね、あくびの出るような信心していれば大聖人様と全く通じないんだってこと。ご在世において大神坊三味坊は毎日朝晩大聖のそばにいたんじゃないんですか。しかし水言に風見で全然大聖の心に通じなかったではないですか。お目にかかることのなかった厚原の方々は大聖人様のお心に従したとまつることができたということなのであります。で今検証会がですよ、政権門家の中でご有名破壊されるのを見て完全としてご方向に立ち上がって、ために不当な解散処分を受けた、そして登山も妨害されご本尊閣もままならない、こういうような立場のままでもって1万名の時に解散処分を受けて56万まで来た。こんなことは宗門の歴史にないでしょう、日本の歴史にもないでしょう。まさに私はこれ松代の不思議だと思う。なんでこんな不思議なことが起きたか、大聖人様がご守護くださるからなんです。家にこの今要配厳行のまま56万のですねこの四神豪を成し遂げた検証会がどうして今後の一国公選路を成し遂げられないことがあろうかということが私の確信であります。さてそこで厚原の法華講師の方々はどんな厳行をしておられたか、この厳行の内容ですよ、厳行の仕方ですね。私は今俗に言ういわゆる御座の厳行を大聖人様がお教えくださるはずは絶対ありえないと思うね。なぜかこの御在世においてその当時においてのですねまさに一般民衆に広く釈迦仏像をされている、そういう時においてはですねいわゆる御座の厳行というようなことをご在世に大聖人様、日光聖人様が教えられるはずがないんです。御座の厳行ということは知ってますか、ね、これは今宗門でもって、このやっておりますが、この御座というのはどういうこと、あの起こりをちょっと言ってきますがね、これはどういうことか、一言で結論から言えば高専ルフを待つ間の
総本山の懸儀、これです。総本、この高専路法を待つ間の本山におけるですね、歴代芸家の後ろの権行の時の権行の仕方がすなわち御座っていうんです。でこれはどういうことかというと、総本山においてですね、その昔、5つの道があったんですね。その5つの道に、その時の、芸家がですね、お供を連れては後ろの時にですね、一つ一つ順々に道を回っては一座ずつ権行を申し上げた。一番最初に天道、天道というのは書店を祀ってある。これ本体はご本尊様がご安置であるんですが、書店前陣のですね、いわゆる水釈堂というのは天道、書店の天に道具の道で、天道でもってですね、一座の権行をする。そしてその次にですね、本道に回る。その次に今度は御堂に回る。そして客殿に回り、最後に無所。これは大聖人様のですね、御墓所ですね、日光聖人の御墓所、この歴代の無所があるんですが、このように天道、本道、御堂、客殿、無所と、この道を回っては一座ずつですね、方便本寺両本、そしてお題目を唱えられてお経をあげられると。でこういうような権行をそれぞれの道でやると。それがそのうちに今度は客殿の一箇所でもってですね、道をいちいち回らずにそれを省略されて御座まとめてやるというようなことが、これが御座の権行の始まりだったんです。ですから御座の権行においてですね、近年はなくなりましたけども、方便本の私たちは十二税でもって尿税草尿税書ないし本末苦境等で終わるでしょ。3回繰り返すところうっかりしてて5回6回やっちゃってるあそこで終わる。あれは十二税ですよ。あれから先がですね、翌十戦式、二節芸言、西欧風、仮領ってものすごい長いのがあるんです。二次仏語よりもっと長いんですね。受領本の長行よりもっと長い。それが方便本のいわゆる長行というんですが、それがずっと各座に入っておった。ですから2時間3時間かかる。後ろの権行でもってですね、午前2時ちょっと前に始まりますか、夏などは明けちゃったって言うんですよ。そう、それほど長かったんですね。でそのうち近年、戦争前あたりですかね、戦争後でしょうか、近年になっていわゆる方便本の長行は省略されてきたということなんでありますけれども、いずれにしてもこの御座の権行というのは高専路布を待つ総本山の、芸家のなさるですね、その権行だと。で私はですから広く一般大衆においてですね、こういうふうにしっかりとお題目を唱えなさい、根本の本質に立ち返っての権行というものはですね、そういうような一つの御座の権行ではなくて、まさに大聖人様が松殿に教えられたごとくのです。その入信して以来、十二世地上げを読み立て祭り、題目を唱え申し候と松野殿がおっしゃってましょう。これは大聖人様が、日光聖人様が手を取るようにしてですね、このように権行をしなさいということを教えられたに違いない。広く一般大衆に教化されるときはですね、そのことが私は権行のあり方と思うんですね。ですから集まるの方々の権行もそうに違いない。方便本の十二世、そして受領本の、長行と地上げ、受領本全部独自仕立て祭る、そして、お題目を唱え立てます。ですから今検証会においてそのことをですね、御在世に立ち返って改めて広く大衆にですね、教えていく権行、要配権行としてこのことを教えていく。ですからまず最初にですね、日本列島のいかなるところに住んでいようともですね、沖縄にいようとも北の北海道にいようとも、全部の人がですね、自宅における要配権行というのは富士大石寺に迎え立て祀ると、そこにまします階段の大御本尊様は距離を乗り越えて眼前に拝み立て祀ると、でこの人の心に立ってですね、権行を申し上げると、大御本尊眼前にましますと、この真剣な信心が一番大事なんですね。そして方便本と受領本を読み立て祀ると、お題目を唱え立て祀る。この時のお題目は5分を基準とすると、あとはその人の心に従って10分でもよろしい、20分でもよろしい、30分でもよろしいということで、お題目は商業で一番大事でありますから、5分を基準として、あとは心に任せるということであります。そしてその後、お観念門を持ってですね、ご法恩に立て祭るということですね。この権行こそ仏道修行の基本であると。松代の凡夫が成仏させていただく最も大事な基本の修行である。もう一度言いますね、権行の内容というのは3つから成り立っているんですね。
方便本治療法を独自する。これが助行である。お題目を唱えたて祭る。これが商業である。そして最後に三宝への御法恩ですね。仏法僧の三宝に御法恩したて祭る。すなわち海田の大御尊様と大聖人様と日光聖人、そして日目聖人歴代の聖人、この三宝の御法恩、これが御行の構成ですね。方便本寺療法を助行とし、お題目を唱えて祭ることを商業とし、これがすなわち成仏の私たちの修行である。そして最後にですね、三宝へのご法恩申し上げる。ここに観念門が出てくるんです。そして三宝へのご法恩の時にですね、付随して高専ルフの記念と、一番最初に書店の供養と、それから最後に行こうということがあるんだということであります。そしてこのお観念門、ご観念門のことでありますが、これは声を出さなくてもよろしい、あるいはですね、小さな声ならば出してもよろしい、いずれにしても大きな声で読み上げるべきものではないということなんですね。観念ですから、心に感じ念ずることなんでしょ。ですから心に感じ念ずる、声を出さなくてもよろしい、あるいは小さな声なら出してもよろしいということであります。いずれにしても我が心でもってですね、その海田の大御本尊様のご法恩、男を三端したてまつるご法恩社徳の、それを念じていくということが大事なんですね。三宝尊のご法恩、そして高専ルフの記念、こういうことを心に念じてお題目を唱える。心に念じることは大事ですから、ですから雑念ばかりでもってですね、口では高専ルフ大願成就なんて言いながら、心の中で念ずることは有名の夫婦喧嘩の続きだ。この権行終わったらぶん殴ってやろうなんて、まあ、そういうことになれば高専ルフ大願成就、口でも言ってるけども心の中で念じてることは夫婦喧嘩になっちゃうわけですね。ですから心に念ずるということが一番大事なことである。さあそこでいよいよ観念門に入っていきます。この御行のお観念門、大きな文字で書かれているのがですね、今回の新しく改訂されたお観念門であります。そしてその脇に書いてあるのが今までの宗門のお経本の観念門を参考としてですね、ここに小さな字でもって書きました。その中のサイドライン、防線のところがありますが、それが今回改められているところであります。でまずこの書店の供養というところ、これ今までのですね、まず座のところでも説明しましょうか。宗門のところの小さいの見てください。諸座が書店供養、これは書店供養という言葉はいいですね。ところが二座の本尊供養、これは書店供養と本尊供養と、これを並べるのは私はおかしいと思うんですね。これはあくまで階段の第五本尊、御法恩としなきゃいけない。それからその次、三座のところでもってですね、三種供養として大聖人と日光聖人、一目聖人が並んでるでしょ。この三種供養、これもおかしいんです。日蓮大聖人様は忍の本尊にてまします。要するに階段の第五本尊様が法の本尊ならば、日蓮大聖人は忍の本尊でましますから並ぶわけなんですね。三種供養といってこの一緒にすることはちょっとおかしいと思う。そこでまず書店供養ですね。この書店供養の供養は夕方の権行では除きます、いたしません。それから要配権行においてはこれを省略してよろしい。ですから検証会においてご本尊様をいただいている人、その朝の権行の時にだけですね、この書店の供養の観念門を申し上げるということであります。この書店供養は何のためにするか。書店前人は三大秘宝の法名を食して以降世力を増すんですね。よって
諸天全人に褒美を捧げるという意味においてですね、諸天の供養があるわけであります。この観念門を心に念じ、そしてお題目を唱え、褒美を捧げるということであります。簡単に意味を説明いたします。正真妙覚事業のご利益と、どういうことかと申しますると、書店はですね、法華経本門受領本の説法を聞いたときにですね、その受領本の門弟に沈められている南妙法蓮華経を覚知して、久遠明寺の妙覚の位に立つことができたと、すなわち真の成仏を得たんですね。そしてその位のままに常に一切史上を利益しているということ、これが正真妙覚事業のご利益というんです。ちょっと難しくなりますが、参考のため聞いててください。法華師様書の中にこういう御文がある。大聖人様がですね、法華経本門の略解言見論に来使して、華厳よりの大菩薩二条大梵天大釈日月支天、これは書店ですね、龍王等は暗い妙覚に隣、また妙覚の位にいるなり、もし光れば今我ら天に向かってこれを見れば、正真妙覚の仏本意に越して主張利益するこれなりということであります。すなわち書店のこの生命活動がですね、釈尊の法華経の絵座において受領本の説法を聞いて、その門弟に沈められている南妙法蓮華経を覚知してですね、書店がすなわち妙寺妙覚の位といってですね、真の成仏の悟りにいることができた。そしてその位のまま一切史上をですね、上皇を二人に利益しているというのが、すなわち書店の姿なんですね。そのことを算段して正真妙覚事業のご利益というわけであります。そこに書店の名前を挙げて、大梵天皇、大釈天皇、大日天皇、大合天皇、大明星天皇、これがいわゆる御書によく出てまいります梵釈日月支天ということですね。書店、この書店の働きについては昨年の一国勧業の勧業書にです詳しく述べてあります。まさに現実に実在するですね、生命活動をしておる書店であります。そして天正大臣正八幡大菩薩、これがすなわち全人ですね。このような書店全人、今別して名前を挙げたのはこれであります。さらにその他に総じてのですね、その他のすべての三大秘宝守護の書店全人、そして書店は法華経に安楽経本の中にですね、書店中や上位方向に栄護しという門を持ってですね、常に守るということを誓っているわけであります。どういうことか、書店は昼夜に常に法のためのゆえに、しかもこれを栄護すと。書店というのは昼も夜もですね、常に法のための家、正法、正しい仏法のための家にこれを守るのだということが説かれている。その書店全人の利益をですね、より一層強まるように、褒美倍増のためにということでお題目を唱えるわけであります。そこで隣の宗門の方のですね、観念も見てください。大明星天皇、その次はブランクになってでしょ。これは何かというと、ここに天正大臣正八幡大菩薩、これが宗門の抜けてるんですね。これが途中でもって抜かしちゃったんですね。昭和40年代ちょうど正本堂の大枠の始まった頃、抜かしちゃったんです。私のですから第1回の勧業書にですね、なぜ抜いてしまったのかということをですね、問いただしているところが第1回の正本堂につき宗門ご当局に正しい訴訟の中に載っておりますが、その当時に取っちゃったんです。でこのこと自体がですね、創価学会が国立会談指定しよう、そして日本ということを薄めてしまおう、仏法というものは国境はないんだというようなことからですね、国立会談を否定するために、日本ということをこのあえて薄めるためにですね、この天正大臣正八幡大菩薩等を取ってしまったというようなことでありまして、これはとんでもないことだということなんです。それから法華師号となっております。これを今回改めて三大秘宝師号とはっきりと言わせていただきました。ということは、書店は何を守るかと言いますると、法華といえばですね、熟達にも下士にも両方通ずるんですね。今もうすでに高専の前夜である、
すなわち下士のお経を三大秘宝でなきゃいけない。でそこに紛らわしくなく三大秘宝を守護のということを改めてはっきりと言わせていただいた次第であります。ですから書店中や上位方向に英語しということについて恩義句に大聖人様がですね、上位方向の方、常に法のためのゆえにというこの法とは何かということについて、上位法この法とは南明法蓮華経これなりということをズバリと恩義句伝に仰せになっておられる。あるいは新国王御所にはですね、いいですか、法華経の行者といってもこれも通ずるんでしょ。熟達の法華経の行者は釈尊ですよ。あるいは天台伝行でも一応法華経の行者と言える。そこに法華経の行者といっても大聖人様はまさに下士の法華経の行者、南明法蓮華経の法華経の行者であられる。このことが新国王御所にですね、こういう言葉がある。盆と大と日月、盆天大社がですね、盆と大と日月と四天等の南明法蓮華経の法華経の行者を捨てさせたまいて、ないし無限大乗に落ちたまわんことこそ哀れに覚えそうらい。大聖人ご自身をですね、南明法蓮華経の法華経の行者とおっしゃっておられる。すなわち南明法蓮華経、前の上位方向の法とは南明法蓮華経、そして御自ら南明法蓮華経の法華経の行者、すなわち三大秘宝を授受される大聖人様ということなんです。あるいは禅師についてもそうです。産湯僧正にですね、天正大臣のことを指して大聖人様が久遠下士の南明法蓮華経の守護神とおっしゃっておられる。単なる法華経守護じゃないですね、久遠下士の南明法蓮華経の守護神。こうなってまいりますと、まさしく書店はですね、その願意において、書店禅人は三大秘宝を守護しているのだ、南明法蓮華経を守護することをもってですね、最大の原木としているんだ、家に今幸福の禅や、いよいよです、ね、法華守護という全てに通ずるような曖昧なことではなくて、三大秘宝を守護の書店禅人、こう観念すべきであるというふうに思って変えた次第であります。次に、それでは階段の第五本尊の五法音、はい、一節ずつ全員でもって拝読をしてごらんなさい。はい、それでは全員で拝読いたします。大きな声で拝読してください。南無本門受領本の肝心、門弟七人の大法、本地南市境地名号、久遠願成受住法身如来の御灯台、寺の一年三千、無差本ぬ、忍法対一、南無本門会談の第五本尊、御意向倍増、御利益広大、御法恩社徳の御ために、御観念門の中において最も大事なところですね、この階段の第五本尊様の御法恩と、そして次の日蓮大聖の御法恩、最も肝心要のところでありまする。でこの三宝様の観念門は、先ほど申しました日刊上人のご指南がですね、当家三根章の末門にあると。でこのご指南に基づいて、私は今回のこの改訂をいたしたわけであります。まず大きな特徴、南無という言葉が2箇所日刊上人はお使いになっておられるんですね。一番初めに総じて南無、これは全体を表して、この全体に南無、それから別して本門階段の第五本尊の女の上にですね、また南無とつけておられる。これは法本尊、そして忍本尊、それから僧帽の日光上人、この三箇所にだけですね、南無ということは重ねてつけられている。私は無べなるかなと思っております。うん、いいですか、南無本門受領本の肝心、門弟七人の大法、肝心と門弟ということは同じ言葉です。肝心イコール門弟ということであります。
この一節はですね、会談の第五本尊こそ最大神秘の大法であると。ですから門弟七人の大法というのは何か、抽象的に門弟七人の大法とはどんなものか抽象的に考えてはいけないんですね。門弟七人の大法、必ずその実体がある、その実体とは即会談の第五本尊様の御事なんだということを最初にお説きくださるわけであります。いいですか。なぜ最大神秘というのか、この御本尊はどこに説き表されているかというならば、釈尊一大説法の中においてはただ法華経、法華経28本の中にはただ本門寿量本、本門寿量本の中にはただ門弟に肥死沈められたる大法である。これが本門寿量本の肝心、門弟七人の大法ということであります。実に三世十法の諸仏、そしてその説かれる諸教、ことごとくはこの大法、門弟七人の大法、すなわち階段の第五本尊様から生じているんです。これより深い大法仏法はない、根源の仏法である。家に最大神秘、言葉を変えて言えば本門寿量本の肝心、門弟七人の大法と、こう申し上げるわけであります。それではその寿量本の肝心、門弟七人の大法というのはいかなる法であるかということの、そのご内証をですね、明かされ説明されているところが、本智南師境地名号九音願成自重法身如来の御答体、字の一年三千無差本の忍法大一というところでありまして、まことに難しいことであります。本智とは五百人伝その神の昔、すなわち九音願成のことであります。この時一人の商人が増しました、聖人ですね、商人が増しました、名字凡心のお姿の商人が増しました。この商人、透徹の恩知恵を持ってです、ご自身の生命を深く見つめられ、ついに大宇宙をも包含する生命の極理、すなわち字の一年三千の南妙法蓮華経と呼び立て祭る法をお悟りになられたのであると。この時の商人の御命そのものを境地名号の境というんですね、境というんです。この境を見つめ切る、見つめ切った御知恵をです、知というんですね。この京と地の深きことは到底凡夫の資料を絶する、いや凡夫だけではない、仏であっても釈仏等の資料に及ばず、家に本智南師の境地ということを言うわけであります。格のごとく本智南師の境地がですね、名号する、すなわち透徹の御知恵が大教たる生命を照らしきって、そこに生命の極理たる無差本の字の一年三千の南妙法蓮華経を聖徳されたお方を九音願成の自重人、すなわち法身じゃないと申し上げるのであるということであります。ですから境地名号というのは、この九音願成の自重のお悟りというのはですね、ご自身の生命を離れてですね、山のあなたの遠い宇宙の彼方に法がある、その真理を悟るなんていうことじゃないんですね。ご自身の生命を見つめ切られたと。ということは、このご自身の生命というのは、人間の命というのはどこから生まれたかといえば大宇宙なんでしょう。宇宙から生じた命ならば、この生命をです、深く見つめればそこに宇宙の全文が備わってるんですよ。このことなんですね。例えば大海から取ってきた一滴の海水、一滴は小さいけど異彩に見るならばですね、その一滴の中に太平洋の海の全ての成分がそれに備わってる。その一滴はまた太平洋に置くならば全体に遍満していくんですね。一滴の中に全体を収め、そしてその全体がまた全部に遍満するんだ。大聖人様の御命、
大宇宙から生じて大勝利の恩義の地にはですね、この十法崩壊の法としてあらゆるものが全部備わっておられる。この宇宙大のですね、ご生命をお悟り遊ばして、これが崩壊を地震と開くということなんであります。ですから久遠願寺の自住地、すなわち大聖人様はですね、陰陽を離れてのお悟りではなくて、ご自身の生命を深く感じられ、そこに大宇宙を陰陽包含する地の一念三千という根本の生命の法極理をお悟りになられた。これがすなわち境地明合ということなのであります。この時法を尋ねれば人のほかに法はない。さっき言いました山の彼方にですね、この体を離れて命を離れて法があるんじゃない、大聖人のご灯体を離れて法があるんじゃない。この時法を尋ねれば人のほかにです、人のほかに法なく人の全体が即法である。またこの時人を尋ねれば法のほかに人なく法の全体即人である。人の全体即法である。でこれを人法対立というんですね。法のほかに人なし、人のほかに法なし、人即法、法即人、これがすなわち人法対立というわけであります。仏法の極理はこの人法対立に尽きると。ですから久遠願寺の自住人、この自住人即一念三千、人法対立、生命の極理を聖徳されてですね、そして権仏の境界に住したもうた、絶対金剛不偏の境界に住したもうて、大慈悲を起こして末法に出現遊ばした。しかし凡夫は大聖人を拝見しても水言二風見近しといえども、これを見えざらしむと。よって自住人足一念三千という本尊を知らない、本尊を知らないから色紙に迷う、色紙に迷うから聖女を離れない悪道に出するわけであります。ここに久遠願寺のご本仏大慈悲を起こしてですね、自住人足一念三千、すなわち人法対立というその極理を文字を持って表し立てまつった。そして松代幼稚に首にかけさしめたも、これが肝心の本尊性に、一年三千を知らざる者には仏大慈悲を起こし、五時のうちにこの玉を包み松代幼稚の首にかけしめたもということにあたるわけであります。ここに大聖人様が大慈悲を起こして階段の大本尊様を忍法対立の極理をですね表したもと。このご本尊様こそ久遠願寺自住人のご灯体、すなわち大聖人様のご灯体、即一念三千というその大境界が表してあるわけであります。このご本尊様を全人類の即身成仏の大教としてですね授与を下されたと、このありがたいことを三端申し上げてですね、ご意向倍増ご利益を大御本社徳のためにと申し上げるわけであります。私はこの階段の大御本尊様の観念も拝して、ご意向倍増というところへ来るといつもですね、今までずっと26年間ご意向倍増と言いながら不敬暴読をしていることに対して何とも言えない気持ちでもってですね、この御門を拝しておったわけであります。そこに宗門の従来のですね関連文の中で私が引っかかったのがですね、十戒本の成就と書いてありましょう。自住法身如来のご灯体、これまでは全部同じであります。その次にですね、十戒本の成就ということがある。この十戒本の成就というのが紛らわしいんですね。もちろんこの宗門のこの言葉もですね、忍法対立という意味を表すつもりなんでありましょうけれども、正確さに欠けている。ここでご灯体と言いながら十戒本の成就というと、その自住人とは離れてですね、別に何か十戒が地獄から仏界に至るまで十戒がですね成就しているように取れるんですね。この十戒本の成就ということはですね、文上の法華経本門、文上の一念三千を表すのに使う言葉なんですね。本尺相対して本門文上の字の一念三千を表す時の言葉がですね、十戒本の成就っていうんです。要するに仏界も成就だと、苦界も成就、苦界というのは地獄から
菩薩界に至る苦海も常住である。でこのように仏界苦海常住ということ、ここで本門の一念三千が説かれるんですね。これを本人常住、本我常住ともいう。本我というのは仏界のこと、本人というのは苦海のことであります。でこの因果平常してですね、一念三千を説くのが本門文常であります。このことを開目章には、苦海も無視の仏界に愚し仏界も無視の苦海に備わりて10回後100回戦には一年三千になるべしとおっしゃっておられますが、これがいわゆる十回本の成就の文上の一年三千のところなんですね。今大聖人様仰せのところは門弟の真の字の一年三千でありまするから、十回本の成就はどうかなと。でこの今の文上の一年三千についてですね、日刊聖人はこういう表現しておられる。十回本の成就、妙体愚実の一年三千、これが文上の一年三千。ここでやはり十回本の成就ということを使っておられるんですね。ですからここにですね、門弟愚子の忍法太一の字の一年三千を表すのに十回本の成就というのは紛らわしい。よって侍従奉信如来のご等体、字の一年三千、無差本の忍法太一というふうに申し上げなければはっきりしないではないかと思うのです。そして忍法一家となっておりまするが、日刊聖人の六巻上あるいは門段、あらゆるところに忍法大使ということをお使いになっておられるところは数百箇所ある。忍法一家というのはわずか女性修行所の門段の中にわずか一箇所であります。だから忍法大使という言葉がですね、一番適当で適切であります。よって忍法大使とするということであります。今説明いたしましたが、その思いを持ってですね、南無本門受領本の肝心門弟七人の大法、本智南師境地名号九音願成寺自由法新如来のご等体、字の一年三千無差本土、忍法大一、南無本門会談の第五本尊と、こう観念申し上げる、誠にありがたいことであります。そして次が日蓮大師匠のご法音ですね。はい、南無九音願成の自重方針、無差の三人、本人名の教主、末法下手の終始心、大慈大悲、南無日蓮大聖人、ご意向倍増、ご利益広大、ご法恩社徳の御ために、はい、このところは日刊聖人のご指南そのままであります。一字句変わらないこのままであります。ここでも南無という奇妙、命を期し立てまするという言葉がですね、二つ使われております。総じてと別して日蓮大聖の御名前の上であります。ここで大事なことはいいですか、宗門のあれこの観念門ですとね、南無本人名の教師云々とあって、九音願寺の自重寺が抜けてるでしょう。で前の階段の第五本尊のところにおいてですね、階段の第五本尊様は九音願成の自重方針のご等体だということがしたためられてるんですね。ところがじゃあその九音願成の自重人というのはどなたにおわするのか、そのことが宗門のあれには出てこないでしょう。これは改めて大聖人様こそ九音願成の自重方針であられるということをですね、これが一番大事なところでありまするから、これは省略してはいけないってんです。でなきゃわからないでしょう、ね、そこにですから前の二座にこの階段大本尊のご法においてですね、九音願成自重方針如来のご等体ということが即大聖人であられるから、階段の大本尊様は日蓮大師のご等体であるということがはっきりわかるわけですね。それをここにおいてまず第一に、南無九音願成の自重方針、大聖人様は九音願成の自重方針であられる。そして無差の三人というのはこの名字本心のですね、九音願成の自重人の等体をですね、三つの面から配するとですね、これが無差の三人というんですね。大聖人
のお得にですね、三つの面があると。一つには侍従人の清浄なるご生命そのものは発心っていうんですね。これが三人でありますがね、清浄なるご生命そのものを発心と申し上げる。これは大宇宙の法として、全てのものは備わっているから法の実というんです。発と読む、発心という。その恩知恵、透徹の恩知恵は法心である。法心というのは知恵のことを言うんです。応心というのは慈悲を言うんですね。大慈悲であります。日蓮大聖人のご生命そのものは発心、恩知は方針、一切史上救わんとされるその無限の大慈悲はすなわち応心であると。自重方針に備わる三つの実ということでありますから、方針の中の三人、これを法中論三というんですね。法中論三、方針中においてまず三人を論ずるんだということなのであります。で、この方針の中に備わるですね、凡心のお姿の三人如来、そして本人名の教師、本人名ということは下手、本願名の仏に対する言葉が本人名ですね。すなわち下手ということが本人名であります。種を下す下手の本仏、これが本人名の教師だと。これを末法の立場から拝見するならば、まさに末法下手の修士心、末法の全人類にとって主君であり師匠であり父母であられるという、そのお徳を持っておられる、修士心の三徳を持っておられる。大慈大悲というのは、開目章には難を忍び慈悲の優れたることはうんぬんと、大難を忍びたもうことしといに大慈悲の家でしょ。流罪死罪の大難を何故忍びたもうたかというならば、一切史上お救いくださるために大難を忍びたもうたということであります。夜泣きをしてどうにも一晩中眠れない子供をですね、あやす母親というのは慈悲あるが家に子供を投げ捨てないんでしょう。大聖人様が大難を大忍びたもうたことは、実に一切死を救わんとする大慈悲の家に難を忍びたもうた。また法音上には、日蓮が慈悲広大ならば南無法蓮華経は万年のほか未来までも流るべしと。で、この大慈大悲を、大聖人様の大慈悲をですね、忍び立てまつれば涙が出てまいります。家にこの男を賛嘆してですね、南無日蓮大聖人と申し上げて、ご利益ご意向倍増、ご利益広大ご法を申し上げるわけであります。宗門の観念門におきましては、先ほど申しました久遠願寿の侍従で一番大事なことが抜けていることと、一心即三人、三人即一心、これは無差の三人と、この観尊がおっしゃる。ここにおいて初めて法中論三という意味が出てくるんです。一心即三人、三人即一心ではですね、本願にも通じて通ずるということでありまするから、無差の三人とこう申し上げねばいけないということであります。はい、次に参ります。日光勝利のご法を、南無発水者病、ゆいがよが、本門愚図の大同士、末法万年の相関図、末法万年の
第二祖南無日光聖人、ご意向倍増ご利益広大ご法恩社徳の御ために、ここでもやはり南無という言葉をですね重ねてお使いになっておられる日光聖人は、末法下種の僧帽日光聖人の男を賛嘆される観念門でありまするが、日光聖人はですね二つの徳をここに挙げておられましょう。すなわち本門愚僧の大道士と末法万年の相関図と、この二つの徳であります。宗門の観念門においては末法万年の相関図、これが省略されているんですね。これを入れなければいけない。参りますよ。発水者病、発水というのは大聖人の清らかな仏法を水に例えられた言葉ですね。者病というのはですね亀を移すとですね、一つの器から一つの器に水を移すごとく、大聖人の仏法のすべてが日光聖人という器にですね全部移された、これがいわゆる御付属ということですね。日光聖人は大聖人様の仏法のすべてを、三大秘宝のすべてをですね付属され受け継がれたお方なんだ、これが発水者病ということであります。ユイガヨガというのはただ我と我とという意味ですね。ユイガ、ただ我、ヨガ、我と、どういうことかと申しますると、ユイガというのは大聖人様のこと、ヨガというのは日光聖人のこと、すなわち唯物唯物内能空人と同じことなんですね。大聖人様と日光聖人様だけがこの三大秘宝の奥義をですね苦人したのと。ですから日光聖人が大聖人と指定不二、一体不二のご境界であられたという言葉を表すのが唯我ヨガということであります。だから五老荘が大聖のご境界が分からなくてですね、滅後において仏法が分からなくなったというのも当たり前なんですね。この唯我ヨガのそういう境界ではなかったということなのであります。そして本門愚僧の大道士大聖人様より、滅後の三大秘宝愚僧の大道士、すなわち本門愚僧、本門ということは三大秘宝ということですから、本門の三大秘宝愚僧の大道士ということをですね一語愚法付属書において任ずられたわけであります。本門愚僧の大道士、このお立場は大聖人の任命であります。これが日光聖人のお徳の一つ。もう一つ、末法万年の相関図、日光聖人は末法万年にわたっての相関図であられる。関図というのはですね太積寺の歴代の聖人全部関図と申し上げる、その末法万年にわたってですね全ての関図を滑るというお立場ですね。それが相関図ということなのであります。ですから今通常使っておりますけども、発水聖人という言葉がありましょう。あれは本来は間違いなんですね。これ私はですからこれから観図聖人と呼び参らせることが正しいのだと、これは私が言うのではなくて日光聖人の仰せなんですね。日観聖人の仰せであります。発水聖人というのは恐れあり間違いがあるんですね。発水という言葉は実は大聖人御一人なんですね。いいですか、本人名称にですね仏は熟達の教師、それがしは下種の発祖なりというお言葉があるでしょ。仏というのは釈尊は熟達の教師なんだ、それがし自分は下種の発祖なりということをおっしゃっている。大聖人ご自身が発祖、なぜか発体の恩主、発体の恩主なるがゆえに発祖というんですね。
あるいは龍泉寺申しよ、これは、あつらの法難の時にですね、日宗日弁、そして日光上人がですね、申しよをですね、幕に出されたでしょう。その時その申し状を実は大聖人様をお書きになられた。その中にですね、大聖人ご自身がご自分のことをですね、ホス聖人ということをおっしゃっておられる。龍泉寺文字上の中に、ホッス聖人、時を知り、国を知り、法を知り、気を知ると、このように仰せになってですね、日光聖人、日宗日弁の立場でもって大聖人のことを申し上げている、そういうこの趣のところ、大聖人ご自身がこれを書きになっておられる。ホッス聖人ですから、ホッスというのは大聖人ご一人限る。そして大聖人滅後において、日光聖人が大聖人をどのようにお呼びになられたかというとですね、信徒の方が日光聖人に極用捧げられるんですね。例えば畑で採れたものとか、そうするとそのお礼の手紙の中にですね、ホス聖人のご法前に参らせ候ってことがある。大聖人様のことをホス聖人と、こう日光聖人を呼んでおられる。ですから日光聖人ご自分をホスなんてことを一度も呼びになったことはない。そこに観図ということがですね、日光聖人がお決めになられた大石寺歴代聖人のこの呼び方なのですね。ですから、日観聖人のです、膨大なこのお書き物ご筆記の中においてもですね、観図観図という言葉でもって統一しておられますね。でここにこの六観上にもですね、日光聖人のことを末法万年の総観図、2箇所出てくるですね。その他至るところに歴代の聖人のことをみんな観図と、日観聖にも呼んでおられ、日光聖にも呼んでおられる。下種の発体の恩師は大聖人ご一人であられる。ですから本州でもって実はホスという言葉が出てきたのはつい最近のことなんですよ。明治のごく末か、あるいは大正、日蓮聖宗というふうに名乗ってからですかね。それまでホスってことは全く使わなかった。ですから明治21年にですね、実は身延派でもってこんなことをみんな言い出したんです。あそこで会議を起こしましてね、身延派ではこれから、今まで官庁官庁と言っておったんですがね、官庁をホス、大ホスと呼ぼうではないかと、大の字までつけちゃったんですね。そういうことの論議が持ち上がったときに、それを聞いてですね、いわゆる公文衝動会の雑誌があるんですね。そういうその中でもってこういうことを言って、ホスと呼ぶことさえ恐れ多いと、いわんや大の字を加えるにおいてはやと言ってですね、そんなことはとんでもないことだと言って、この日光聖人の 門下においてはですね、身延派のその大ホスなんてはとんでもないやった、ホスすらなお恐れ多いではないかと言っておった。それが明治21年ですから、少なくともこの時までは本州でもってホスなんてことはなかった。そして日蓮聖人が亡くなられたのが明治23年の6月の24日でしたかね。そこまでは断じてホスなんてことはなかった。少なくともそれから以後ですからね、明治の終わりか、あるいは大正の初めか、どういうことか知れませんけど、ホスという言葉を使うようになっちゃった。それからどうも近代のちょっと宗門のいろんな問題が起きてきてることなんですね。あくまでですから、ホスではなく漢字でなければいけない。ですから日光聖人がその末法万年にわたってですね、その全ての観図をですね、総括するというお立場の総観であられればこそ、あの26箇条の至るところにですね、観図についての正解応戦になっておられましょう。例えば祝儀至りというのも仏法に相違あれば観図これを砕くべきことと、大勢の力を頼んで間違ったことを大衆の力でもって押し付けてきたとしても、それが仏法に間違っておったら時の観図はそれを打ち砕かなきゃいけない。これは民主主義でも何でもない、私は民主主義なんてインチキなもんだと思ってんですね。多数決だと間違うことがあるんですよ。少数の独裁者も間違うことがある。ですから独裁者の言うことが絶対でもなきゃ大衆だから正しいってこともないんです。で、要は法に即してなければいけないって言うんです。そうでしょう。今何時であるか、これを大勢が今6時だよって間違うことがある。一人の独裁者が今6時だと、この間違いがある。それよりは客観的に法というのがあるんです。ですから民主主義も独裁もそんなことが絶対じゃない、法というものを基準してみなきゃいかん。ここに日光聖人は
周囲たりといえど大衆の意見だといっても、仏法に相違あらば堪ずこれを砕くべきこと。それから今度は逆にですね、絶対権威と言われる時の堪ずたりといえども、仏法に相違して故業を構えばこれを用いるべからざること。これもそうなんですよ。絶対と言われる堪ずの言葉であっても、大聖人様の仰せにたがってですね、仏法相違のことを述べるならばそれを用いちゃいかん。その言ってること自体を用いないだけでなく、その堪ずそのものを用いてはいけないということが今の一条なんでしょ。でこのように堪ずこれを砕け、あるいは時の堪ずが間違ったら用いちゃいかん、こういう堪ずについての正解というのは総堪ずなればこそなさるんじゃないんですか。あるいはもう一条、26箇条にあるでしょ、戦士がごとく世が家義も焦燥たるべし。焦燥とは清掃ですね、聖の僧と書く。どういうことか、要するに女房もたんってことで、ね、大聖人様のごとく自分もまたですね、焦燥たるべし。ただし時の堪ずあるいは修学の陣においては、時の堪ずあるいは修学の陣において一旦の陰謀があるといえども修頓差し置くべきこと、今までこう読んでおったんですよ。ところがこれが間違いだってことは私はつい最近分かったんですね。これはこういうふうに読むんですね。戦士がごとく世は経験も焦燥たるべし、ここまではいいんですね。で時の堪ずあるいは修学の陣においてこう間違いです。時の堪ずにおいて修学の陣はたとえ一旦の陰謀があるといえども修頓差し置くべきこと、こう読むのが正しい。今まではですから ね日光上人がご自分は大聖人と同じく焦燥の立場を取ると、この祭祀なんかで一切持たないと。ただし末法は除去力のようであるから、時によってはですね、時の堪ずとかあるいは修学中の若い者はですね、そういう間違いを起こすかもしれない。しかしそれはそれでもってですね、修門追放にするような重い罪にすることはない、修道に差し置けということでもってですね、恩情を持ってくださったお言葉だなんて言ってありがたがってる人が多いにおったわけなんですよ。でところがこれはもう漢字のことを許すの許さないもない、漢字はそんなことありえないということを大前提に日光上人はしておられるんです。ですからいいですか、戦士がごとく世は経験も焦燥たるべし、ただし時の漢字において修学の陣の一旦の陰本を犯すにおいてはですね、修徒にこれを差し置くべきことということは、もし修学の陣若い者がですね、そういうことで間違いを起こして放蕩のことをしたとしてしたならば、時の堪ずがですね、世が総堪ず日光になり変わってこれをよく訓戒して、しかし宗門追放までにするには及ばないよということなんです。だから時の堪ずがいい、そんなことするかしないかなんてことを論じてんじゃないの。それがどうして分かったかというと、その日蓮聖人がその一条についてですねおっしゃってるこの論文があったんです。それはつい最近出てきます。それ私は拝見して、あ、なるほど、これで全部分かった。今まで長いこと時の堪ずと修学の陣を一つのレベルにおいてですね、はい許されたなんて言って喜んでるお人があったわけなんですが、そうではない。時の堪ずがそんなことするもしないもそんなことは論外なんですよ。だから日光聖人が時の堪ずは自分になり変わってそういう間違いを起こした学生はですね、このように裁いてあげなさいと、宗門追放するということは末法においては及ばない、よく訓戒をして戒めたらまた元の仲間に戻してあげなさいということなのなんですね。それが伝尊の御指南なのでなる、これで全部分かったということは漢文でしょう。漢文というのは乖離点の手にお派で助詞をどうつけるかによってです、どうにでもなってしまう。長いことそうやって誰が読み間違えたか知らんけど目から鱗落ちることが私は分かった。だそういった意味からもですね、日光聖人の26箇条に時の堪ずはこうあれ、時の堪ずはこうあれということをいくつもいくつもおっしゃってるのは、総堪ずというお立場だからこそ、末法万年にわたって堪ずのことはですね、かくあるべしということを仰せられる立場、それが末法万年の総堪ずってお得なのであります。ここで分かりましょう。南無発水者病唯我よが本門愚図の大道士ですから、今私たちが高専路のお手伝いしているのも、実にご付属を受けられた日光聖人のそのお手伝いを申し上げているんですね。階段建立のご夢も日光聖人ただ一人に与えられたご夢ですよね。国主この法を立てられれば富士山に本門寺の階段を建立せよと大聖人は誰に命令された、日光聖人でしょう。そのことを今
仏弟子として私たちはお手伝いをさせていただいているわけであります。ここに本門愚僧の大道士、末法万年の総観図だからこそ下手の総合なんですよ。第二層南無日光聖人、ご意向倍増ご利益高大ご法恩社徳のためにということであります。よくわかりますね。はい、次、南無一円部台の御座す。第三層新田教阿闍梨日目聖人、ご意向倍増ご利益高大ご法恩社徳の御ために、日道聖人、日行聖人、日時聖人、内視日観聖人、日伝聖人等、富士大石寺歴代血脈符号のご彰子、ご意向倍増ご利益高大ご法恩社徳の御ために、一目聖人及び歴代彰子のご法恩ですね。一目聖人こそ大聖人様、日光聖人に仕えたてまつることを格のごとくあれかしということをですね、末代の我らに身をもってお示しくだされた方であります。そして一目聖人の四神具法の業態、さらに四十数度にわたる身を捨てての国家官業、この功績をたたえて日光聖人はですね、ご付属上に日目聖人のことを本門寺建立の時の座主とお世話になった、すなわち一円部台の座主であります。これは日光聖人が日目聖人に与えられたそのお立場であります。よってここに日目聖人の御徳をです、ね、一言にして申し上げれば一円部台の御座主ということであります。この言葉から高専ルフの時には日目聖人が必ず座主となってご出現あそばすということがですね、宗門に700年来伝えられてきたのであります。私もこのことを確信しております。今の宗門は熟乱でありまするけれども、検証会が本当にご報告を申し上げて、いよいよ高専ルフという時においては宗門がいつまでも熟乱であるわけがありますか。必ずや宗門の中においてですね、本当の信心あるお方が出現されるに違いない。私はその時まで検証会においてまず身を捨ててですね、まず梅雨晴れのご報告を申し上げようということを決意しておるわけであります。南無一円部台の御座す第三祖新田教阿闍梨、これは阿闍梨号をですね、大聖人様が下された新田教という阿闍梨号を下されたから新田教阿闍梨、一目聖人、ご意向倍増ご利益高大ご法恩社と、そして並びにこの僧帽ということでありますが、別して言うならば下手の僧帽は日光聖人ご一人、総じて言うならば日目聖人を総対象としてですね、歴代の観図聖人、大石寺の聖人は総じて言うならば僧帽に当たられると、家にここにおいてですね、日道聖人、日行聖人と申し上げる、歴代の大石寺の聖人、上代の3人をここに挙げてです、ね、日道聖人、日行聖人、日位聖人と3人の聖人を挙げ立てますって、そして中間においてことに日観聖人、日伝聖人をですね、挙げまいらせた。日観聖人が徳川時代においてですね、高専ルフの中間にご出現せられてですね、大聖の三代表の恩義を全部明らかにおときになってくださらなかったら、誰人が大聖人のこの人人の仏法が理解できようか。今検証会がこうしてご報告できるのも実に日観聖人のご指南があるからですよ。
検証会がご有名死後のご報告に立てた。あの時の本門会談ということについては、時の幹部の一人掌握するところ、本門会談の神器はですね、時の幹部でなきゃ分からないということが、いわゆる当たり前のことだったわけですよ。その幹部の立場の人がですね、池田大作のそのおかしによって曲げていってしまうんでしょう。私は悩み悩んで何を元としたか、まず御所において本門会談のことについての御指南、これをずっと愛読していった。そしてさらに日刊勝利の六巻上、日刊勝利の門談、何回繰り返して拝読したわからん。拝読だけでは足りず、この検証会においてですね、1回2回、三度まで私は講義をいたしました。そして三度の講義を得て、もうこれで時間をかけて講義することはもうできなくなったと、いよいよ高専の戦い忙しくなるということで3度でもって打ち切ったんですね。 2、3年ぐらい前になりますからね。あれからいよいよ一向高専の出陣を終えてですね、今日に来たるわけでありまするが、検証会がどれほど日刊承認のご指南によってですね、御徳を被っているか、そのおかげで今日の検証会のご報告があるんだと思うとですね、どうしても日刊承認のご報恩所得を申し上げるにはいられない。それから日蓮承認、幕末の大動乱の時、もう大石寺は風前の灯火だったですね。いろんな幕府の弾圧といい、いろんな人との問題が起きて風前の灯火、その時この日蓮承認増しますばこそですね、あの、明治政府が身延と合併せよ、身延の下に入れなんて言った時も、日刊承認、日蓮承認の建白があればこそでしょう。まあこの日蓮承認のお得というものはですね、第51代日常承認、日常承認の譲りによって52代にお付きになられた。そして、苦労は遊ばして大石上この流祖に導かれてですね、そして、次の53代上司に譲られた、次が54代が日印承認、あの、合宿研修会の時に掛け立てまつるご本尊を表され日印承認、そのですが日印承認の前の上司の時ですね、上司がわずかでもってあることからすぐ下座下がっちゃったんですね。その時にまたこの壊れてですね、壊れて、再従されたんですね。日蓮承認は2回目の法脈をお継ぎになった。そしてその次はすぐお譲りになって印紙、それから、日父承認、55代の日父承認、そして日父承認からですね、さらにもういっぺん下座に登っていただきたい、何としても宗門はですね、そこにおいていろんな難局があって、日父承認、日蓮承認のお力でなければということでもってですね、3度目の下座にお登りになったんですね。再従ですよ。でこれは日蓮承認がいかに徳優れ力がおありになったかということですね。で伝尊の伝記を拝見すると、誠に誠に誠に頭の下がることばかりであります。そして先ほど申しました明治23年の6月24日にご宣言された。それからしばらくしていよいよ高専ルフの前夜の叙倉にだんだん入っていくんですね。でその真っ盛りに今検証会をまたご報告を申し上げてんです。でとにかく日道承認、日行承認、日位承認、上代三代のですね、承認をここに挙げたて祭り、そして中元のですね、日刊承認、日伝承認の男を参嘆して、富士大石寺歴代血脈不応のご承知、富士大石寺あえて断ったのは今の叙倉の宗門ではない、日光承認、日目承認の清らかなる流れに立ち返りたいという気持ちを込めてですね、富士大石寺歴代血脈不応のご承知、承知というのは正しい師匠でありますから、故意を構える方はこの中に入れないということなのであります。でこのご承知、ご意向倍増ご利益広大ご法恩者とこのために、ここで日目承認および歴代承知のご法恩の観念を終わるわけであります。次、記念したてまつる二膳釈門の法宝退治、本門の三大秘宝、日本内史一円部代高専ルフ、会談建立のご有名、
大願成就ご祈祷の御ために。はい、この高専ルーのご記念は宗門の関連門においては記念したてまつる一点司会本人名高専ルー大願成就ご祈祷の御ためにとありまするね。まあ、実はこの宗門の関連はこの高専ルーの記念は何度変わってるかわからないんですね。戦争中におきましては記念したてまつる天皇陛下御慈妙法、それ以前は天皇陛下法祖無教御慈妙法が、さらに戦争激しくなってきた時には、国威倍増なんていうですね、そういうようないわゆる政府の国策に沿ったことまでですね入れたことがあります。ですからこれは時の、政府に国家権力にへつらった観念門であった。そして今度は学会が盛んになってきまいますと、学会の我らグズーの誠意大御本尊たちとかいうような人とのことでもってですね、学会の人との観念門を入れるようになって何回も変わってきて現在のこれになっているわけなんですね。記念したてまつる一点司会本人名高専ルー、ただし本人名高専ルーということはっきりしないじゃないですか。そうでしょ、本人名高専ルー。第一、何よりも大事なことは覇者立証があって初めて暗黒があるんです。そうです、覇者立証暗黒って言うんです。ですから立証暗黒論にも何時早く信仰の寸心を改めて、覇者ですよ、速やかに実情の一前に規制を、これ立証で、しかればすなわち三がやみな仏国なり暗黒になるんです、国安泰になるんです。ですから覇者がなければいけない。それが今回の新しい観念門に二千尺門の方々退治、これが覇者である。立証というのは何か、本門の三大秘宝、日本内史一円舞台高専ルー階段建立のご夢、これこそが立証であるということであります。本人名というようなことでなくて本門の三大秘宝とはっきりとも申し上げなきゃいけないではないか。日本の高専ルー、そして大聖人様法恩上にですね、日本内史関土合史一円舞台一堂に当選になっておられる、必ず大聖のご意見のごとく全世界に高専ルーする、まずその最初が日本であります。家に日本内史一円舞台高専ルー、そして日本に高専ルーしたならばいよいよ国立階段建立でありますから、階段建立のご有名ということをいよいよここで言わせていただいたわけであります。すでにご有名死後のご奉公は終わり、残るところはこの高専ルー階段建立のご有名実現だけであります。よって記念したてまつる二千尺門の方々退治、本門の三大秘宝、日本内史一円舞台高専ルー階段建立のご有名大願成就ご祈祷のため、これを全検証会員で真剣に記念して戦わせていただこうと思っております。次に記念したてまつる無始以来の方々在生消滅元統二世大願成就のために、これは自分自身のですね在生消滅と現在における息災延命未来の成仏をご本尊様に記念申し上げるということであります。自分個人の願いであっても、これはいわゆる行者の願いですね、高専ルーにご奉公する個人でありまするから、個人であって個人ではないんでしょう。高専ルーにご奉公する身の祈りということは個人であって個人でない、高府に通ずる祈りであります。そういう意味においてですね、ここでも言って我が身の元統二世の大願を記念するわけであります。さらにもし我が身にとって他に記念することがある場合はここにおいて行ってよろしいということであります。でその記念したてまつる無始以来方々在生消滅、これに対応する宗門のですね、観念門がそれがし過去の号現在満々の方々在生消滅、
過去云々後現在満々ってことは無始以来法防在所証明ってことですね。すっきりとした表現がいいと思います。そこでそれがしていうこと、これをずっと今まで主語で使ってきたわけなんでありまするが、それがしというのはこれは鎌倉時代から使われてきた言葉で、自分私ことと自分自身を表すことですね。鎌倉時代のだいたい武士以上の社会的地位の人が使った言葉、それがしはということですね。昔はへりくだって自分自身のことを第一人称でもってそれがしと言った。ところが室町時代になると、このそれがしということがへりくだりの意味でなくなって、この尊大の意味、我こそはという意味になっちゃったんですね。ということと、今一つのそれがしということは男の使う言葉なんですよ。女性がそれがしということは言わないんですね。女性なんていうか知ってますか？わらわって言うんですよ。ですからそれがしというだけじゃこの女性じゃ観念できなくなっちゃうでしょう。まあ、そこで今はこれは適当ではないと思って、共通にですね、記念したて祭る虫以来ということにしたわけであります。次にエコー。はい、これはいいですね。私の方で読んでいきましょう。丸々家先祖代々の諸生領追善供養正代菩提のために、これは今自分がですね、この三代表を保つ身になれたと、これも父母があったからです。先祖があったからであります。そこにこの自分が三代表に会えた、このありがたさを思えばですね、我を生んでくれた父母、そしてさらに先祖代々、その先祖代々についてですね、常にエコーするという気持ちがなきゃいかん。エコーというのは回り向けるんでしょ。自分の積んだ功徳を父母に回し向ける、先祖代々に回し向けるということなのであります。ですからそこに〇〇家何々家先祖代々の諸生領追善供養、その追善エコーするということであります。正代菩提、大菩提を称する。大菩提というのは成仏の悟りという意味でありますから、成仏が叶いますようにということを追善エコーするのが正大菩提ということであります、ね、大菩提を称すると、聖徳するようにと。ここにおいてですね、もし自分の父親が亡くなっていると、あるいは自分の家族が亡くなっていると、まだ戒名はついてない、慌てて戒名をつけてもらう必要はありません。私は何の何がし、俗名を呼んでですね、何の何がし少量追善供養とこう言えばいいんです。それでいい、その方がよくはっきり分かります。戒名よりもですね、俗名の方がよく分かります。私はだんだんそういうことになってくる。これからことに高専路が進んでいくにあたってですね、私はそのことも広く考えている。あえて戒名を亡くなったからといって慌てつけるんではなくて、全部エコーはですね、俗名でもっていいんではないか、その方がよく分かるではないか思いますね。ですから今何々恋とか七時戒名九時戒名って言いますけど、上野殿見てごらんなさい。太陽という二次戒名ですよ。太陽尊領ってありましょう。二次戒名ですね。でこれを持って論じた時に、今のですね、行々しい大行な戒名をですね、どうのこうので俗名でもって少量とつけて、そして追善供養すればそれでよろしい。そしてエコーが終わる。エコーが終わったら最後にですね、内視崩壊病道理役六道師匠総木国土執会成仏大時代日のご内省に同一記入ならしめたまえと。崩壊病道理役とは、この宇宙崩壊のあらゆる史上ことごとく第五本尊のご利益に良くしますようにということですね。崩壊のあらゆるものは平等に第五本尊のご利益に良くしますようにと。そのことをさらに細かく言ったのが次のですね、六道師匠総目国土ということであります。この六道というのは説明するのでもなく、地獄界の史上から地獄ガキ畜生修羅人間天上、これまでが六道ですね。この六道の史上も、それから師匠というのはですね、四つの生まれるっていうんでしょう。これはあらゆる生物の総称ですね。あらゆる生物はこの四つの章に全部含まれるんだと。卵章、子章、胎章、化章っていうんです。
この卵巣失笑対象化粧、これでもってですね、この宇宙崩壊におけるあらゆる生物を表すんですね、生き物を表すんですね。これは生まれ方に4種類あると、生まれた種類でって分けるんです。卵巣というのは鳥のごとく卵から生まれてくる生物、これは卵巣というんです。それから失笑というのはですね、湿気のところに生ずる虫のごときものであると、湿気のあるところを生じてくると。それから対象というのは母体の体でしょ、母体の体ね、これは母の体内から生じて生まれる動物、人間なんかも全部対象であります。それから化粧、この化して生ずると、これがちょっと分かりにくい、これは合力によってですね、無双の中から骨年として生ずる、姿なきところから骨年として生ずる、合力によって、例えば地獄に落ちた時、地獄に生を受けるということはこれ化粧なんですね。その合力によってですね、その地獄の国土にですね、骨年として生じて大苦悩を受けていくと、これが地獄の史上はみんな化粧であります。あるいは中雨における生命、これもすなわち化粧であります。あるいはもっと分かりやすく言いますとね、大聖人様がお生まれになった時、小湊の海においてですね、小蓮華が咲いたでしょ、青い蓮華が、そして数日の地においてそれがしぼんで自然となくなったということでありますが、あの小蓮華をすなわち、あれら化粧というんですね。さらに妙楽大師がですね、こういう解釈をしておられるんですね。骨所は万物化より生ずる、この上重栄空の功、いわゆる重功ですね、重功の始め、要するに地球を例にとってみるので、地球という天体があると、その地球の上にですね、生物がだんだん発生してくるでしょう。最初は無双でもって生物なんか全然ないじゃないですか。どっから生じたのか、これはすなわち地球の自体が生命体であるから、自然と気圧だとか熱だとかさまざまな条件が満足してくるとですね、自然と生命がそこに発生されてくるんです。ですから功の始めにおいては万物形より生ずるって言うんです。そして発生した単細胞がだん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 分裂して下等生物から、その下等生物を縁として上等の生物がだんだん出てくる。これは進化論のダーウィンの徳ごとくのところなんでありましょうけれども、最初を尋ねれば骨所は万物形より生ずる、これがすなわち化粧ということであります。まあ、そこにですね、この宇宙崩壊におけるあらゆる史上は卵巣失笑対象化粧のうちの全部含まれるわけでありまするから、六道の史上並びに師匠でもってて、全てのものをここでもって接するわけであります。でこれが宇宙でしょう、動物の世界、この生物の世界でしょう。それに対して仏法の利益がもっと大きい非常世界の草木国土に至るまで成仏するように、六道師匠草木国土ことごとく皆成仏させていただきたい。そして大聖人様の大慈大悲のご内証の中に同一記入なさしめたまえということを記念するわけであります。以上でもってですね、観念門の解説を終わります。そして今言ったのは我が家でもってやる勤行の時のお観念も全部説明したわけでありますが、座談会集会等においてはですね、一番最初の祖先の供養もちろんこれはいたしません。そして先祖供養もしませんからね、座談会の時は同志が何々家で自分だけやってて困っちゃう、来てる人の全部やったら時間が終わってそういうわけでこの先祖供養はやらないと。ですから、まさに座談会集会等においてはですね、三宝様のご法恩社徳と、それから最後に高専ルフのご記念と、そして最後に大師崩壊平等利益、これでよろしいと。さてこの新しい観念門によるお経本はですね、要配勤行用のお経本、これは書店供養を除いてあります。でこれは要するに入信した時に全部ですね、持つべきお経本でありますが、これは今年の6月1日にですね、出退する予定であります。ですから私はこの5月を準備として6月1日から全部書いていくと。で本日この、集会に参加した人はですね、今日からこの配った観念門でもってですね、しっかりやっていってください。
それからさらに全ての観念門を入れたお経文は今度折本にしていきたいんですね。折本にしてこれも追って出題することになっております。さてこの新しいお観念門こそですね、より丁寧により正確にご法恩の意を尽くしたものであります。そして今時来たってですね、高専ルフの一時を見つめて戦う検証会にまさにふさわしい観念門である、私は時にかなう観念門であるということを確信しております。どうか権行の旅ごとにですね、大歓迎をもって励む、そして高専ルフを一筋に進めていくんです。私は先般申しましたが、今回の勧業、第五本尊様勧業を済ませたことは誠に主義である。この次見せていただく不思議はですね、日本国一時に信ずることあるべしと、凡夫の資料を出して、ああ、高専ルフというのはこういうものなのかということが本当に私たちの目で見させていただくことがあるんですね。そして俗学のように三大秘宝賞の仰せの通りの国立階段が建立されたではないか、この事実を一つ見せていただくその日までですね、検証会はいよいよ一国大衆にこの新しい観念も教え、みんなでもって大聖人様の階段の第五本尊様の日光聖人の御徳を賛嘆していくんです。日本国中がこの三宝様、義三宝様のですね、お徳を賛嘆する、この戦いを起こして大聖人様に応えた後末郎ではありませんか。以上。